こんにちはサックドメノーバー大池つきです今日の動画は見るだけでリズム感が良くなる動画です本当にって感じですけど本当なんです、えー、今日の動画は見るだけでリズム感が良くなりますから、えー、今まで、えー、少しでもリズムに不安を覚えたことがある という方はですね是非最後まで見て、えー、一緒にリズム感を養っていきましょうこのシリーズでは毎回さまざまなリズムを使って、えー、リズム音痴克服していきますので是非最後まで、えー、ご覧になってチャンネル登録をしていただければと思います、えー、そして最後までご覧になっていただいてからですねえー、リズム感が実際にお良くなったぞという方は高評価いいねボタンを押していただけると嬉しいですそれでは早速やってまいりましょうそれではスタート え早速なんですけれども「僕リズム音痴なんです」とか「私リズム苦手なんです」っていうふうに思ってる方結構多いんじゃないでしょうかあの実際にですねリズム音痴なんですって言ってる方のほとんどはリズム音痴ではないんですよ、うん、だけどまあ気持ちは分かりますあの少しでも苦手意識があったりとかわからなリズムがわからなかったりすると「あ僕ってリズム音痴なのかな」っていうふうになんかこう 悲観的に <laughs> ネガティブに考えてしまう気持ちはよく分かるんですけれども、えー、本当ののリズム音痴の方ってあんんままりいません、うん、僕も今までいろんな方レッスンしてますけれども最初にみんなあの「僕リズム音痴なんですけど大丈夫ですかね?」とか言いながらね、えー、いらっしゃるんですけれども本当にリズム音痴の方って今まで,でかっていうと本当にリズム音痴の方っていうのは、まあ、ちょっと足が痛いとかねそういうのは話別として。 一定のスピードで歩けないんですよはい、一定のリズムを刻むことができない方のことをリズム音痴と言いますなので、えー、例えばこのメトロノームの音に合わせて手叩けますかはい。このテンポに合わせて手を叩けた方はリズム音痴ではありませんご安心ください うん、どんなリズムでもこれから取れるようになります。ということでまずは一定のテンポが刻めればね同じスピードで、えー、手を叩ければあなたはリズム音痴ではありませんと。はい、なのでご安心ください。えー、皆さん毎日歩歩いてますすか、はい、歩く時にででね同じ速度で 同じスピードで歩いてるよっていう方ほとんどだと思います、ねえー、そういう方はまずはリズム音痴でではないいのでご安心くださいじゃあどうしてリズムが苦手に感じてしまうかっていう話なんですけれども皆さんがこれから吹こうとしてる練習しようとしてる曲ね演奏しようとしてる曲の楽譜を一定のリズムに分割ができてないだけなんですよ。一定のリズムに分割さええできてしまえば もういくらでもどんな難しい楽譜のリズムでも演奏することができます。じゃあちょっと一つ例をねここに出してみましょう。例えばですねこのようなリズムがあったとします。わ、えー、<laughs> かりやすいようにちょっとこう絵も入れてみたんですけれども、たたたっていうリズム、うん、これを本当にですねたたた 感じてしまうと皆さんの頭の中ではタッタタっていうリズムになっちゃうんですよこれ今不規則でしたよね,ね不規則ですよねタッタタっていうのは不規則なリズムテンポなんでこれは取れないですよねなんでかっていうとこの子がこの子が頑張ってあの走っちゃってるんでこれは一定のテンポで歩いてないことになっちゃうんですじゃあ これからどうやって演奏すればいいかっていうと同じリズムに分割してここをタイで結ぶとそうするとタタアタここをアンにしてほしいんですよ伸ばし棒のところねそうするとタタアタタタアタ こう感じてれば一定のテンポ一定の速度になるので、えー、どんなリズムでも一定で取れるとで一定で取れれば一定のテンポでね毎日歩いてますからじゃあ取れるよねっていう話になります。なのでとにかくねこのが大事だから楽譜を、えーね、皆さんが演奏しようと思っている楽譜をですねちゃんと一定のテンポに切り刻むことができれば。 ねえー、ちゃんと一定で刻めればあなたはこれからリズムをリズムで苦しめられることはないということになりますさあ今の話まとめると最小の音波まあ音価っていうのは音の長さのことを指します。一番小ささな音の長さ ねえー、一番短い音ってことですね一番短い音,音の長さで刻みましょうという話になります皆さんが演奏しようとしている曲調の最小音下で、えー、読む練習が必要になります例えば8部音符って8個に分ける音符って書きますよねうん。だし4分音符は 4個に分ける音符っていう意味で渋音符ですよねなのでその、えー、曲に出てくるその皆さんが演奏しようとしている曲中の一番小さな音化最小音化で分けてあげれば絶対にリズムは、えー、と取れますと。うん、でねちょっと例え話なんですけれどもあのまあなんか皆さん割り勘する時ってあるじゃないですかお友達とね。 ねえー、割り勘する時割り勘する時って大体何円単位ぐらいで割り勘しま,す皆さん <laughs> まあそのねえー、と周りの人によっても違いますけどなんかあのじゃあ一人2800円なんでみんな3000円ずつ出してとかいうことだってあるだろうしまあなんかこう、えー、本当にしっかり、えー、ちゃんと1円単位で、えー、お支払いしますよって時もあるだろうしなんか100円単位とかねなんかそれぞれ、あのー、みんな,なんかその。 割り勘する時の円単位って変わるじゃないですかねその状況によってでいやじゃあ1人2800円だから、えー、あじゃあそうだな2843円ですとか言われたときにあじゃあ3000円ねって出す人とあじゃあ細かいのちゃんとあるんであのぴったり払いますっていう人がいたらもう時間かかってしょうがないというかもうあのぐちゃぐちゃになっちゃうの分かりますみんな1円単位で払うんだったらいいんですよみんな1000円単位で払うんだったらいいんです でちょっと余らしてプールして2次会に使うとかね飲み会だったらねもうそれでいいんですけどみんな同じ単位で仲良く割り勘しないとやっぱりごちゃごちゃになっちゃうよねよく分かんなくなるよねもうお金まとめる人大変じゃないですかもうある,ある人は1円単位で払ってきてこっちの人はなんか1,000円単位で払ってきてもうどうすればいいのっていうねこうならないためにその曲中の最小音歌 ね、一番例えば1円単位で払ってる人が1人でもいるんだったらみんな1円単位で払ってくださいと100円単位で払う人が1人でもいたら100円単位でみんな払えばいいんです、ねえー、みんな1,000円単位だったらみんな1,000円単位、ね、そのようにみんな同じ単位で仲良く割り勘するすればリズムは怖いものないですと、はい、じゃあ今日はね一緒に練習してみましょうと。 はいえー、実際のフレーを使って、えー、読む練習をこれからしていきます楽譜はこの概要欄のところ動画の概要欄から無料でダウンロードできますのでそちらの楽譜を使って一緒に練習していきましょうじゃあ早速なんですけどこちらの楽譜ダウンロードしてくださいさあここからの基本的な練習の流れとしては皆さんにはまず模範の演奏とか模範の読み方を聞いていただいて。 でねまず聴いてで吹いてまあ演奏するということですねあの歌うんだったら歌うと、うん、いうふうに、えー、このようにいいたものを真似するっていうところからやっていいいたただきたいと思いますこういうのはあのコールレスポンス形式っていうんですけれどもねえエビバディセーってやったらみんながほーみたいな感じで返すみたいなそういうのをコールレスポンスと言いますねよくライブでもやりますよねはい。 であのざっとねこの楽譜わーっと全体を見てもらうとどうでしょう先ほどの音歌最小音歌ですねその曲の一番小さな音符何部音符ですかねえー、どうでしょう8部音符が一番小さな短い音歌になってますよねえー、8部音符より短いものねえー、16部音符とかね 場合によってはあの3連符とかもあるかもしれないですけど、うん、一番小さな音化が8分音符になってますからじゃあ8分音符単位で歩いていく一定のリズムで刻んでいきましょうという話になります。という話になります。なので例えば1番「えー、ド」が4つあると思うんですけれども普通だったらね「ドドドド,ド,ド」って。 どー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 って伸ばし棒で取っちゃうと思うんだけどこれダメですこれダメダメ全然ダメ、えー、どうやって取ってほしいかっていうとどうなので次おどー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 っていう感じで一小節一節の中にやっぱり八分音符単位で割りたいから8つ 音を入れます12345678個分はいそうすると「ドオドオドオ」ドオドオドオずっと一定なの分かりますねドオ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 」ね二2番だったら、ね、さっきのダメな例としては「ドドド」ドド これ不規則だよねドド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 不規則ですよね。なんでこれやっぱダメです。ダメダメダメ。2番は。ドオドオドドで給付がねここにありますから「んーん」って取ってください。そうすると。 どおどおどどんんんねっ、ね、ずっと一定なの分かりますドオドオドドこれなら不規則じゃないから取れるよね一節を8分割必ずしていきましょうと、うん、このように読んでいきますじゃあまずはそれぞれのリズムがどんな読み方になるのか最後まで見ていきましょうか 後で真似していただきますね三番だったらまた八分音符分割でドドドドドドで給付一、えー、つありますから、うんんん、まあ、4分給付もですね八分給付二つ分ここに八分給付が二つあると思ってくださいねそうするとドドドドドドドンんん こうなります4番は、えー、これも八分四分,分ありますから、うん、うん、うんうんドド、うん,うんドドこのように一節に一小節に8個分音が入ります。うんうんドド、うんうんドド んどう,どうんどうんドドうんうんドドこうねわかりましたじゃあ次五番三えっ、ー、と二分音符っていうのがありますね白玉の音符ですこれももうこんなのねえっ、ー、と絶対にドドドうんあうんとか言って取っちゃダメですドドドうんみたいななんかもうこれ絶 取れないですよと、うん、真似してとか言われても真似できないですよね。だってなんか不,不規則なんですもん、ね。不規則なものは取れないですよ。ねえー、なのでこれ全然ダメ。ということでここは「ドオオオドドウン、うん、と。 これで8つありますよねやっぱり1しを12345678分割してくださいねドオオドドンンね。この一定のテンポでド「どおおおどどんんん」オドドンンと取ればいいじゃないですかねじゃあどんどんいきましょう6番はこれも「ふてん」 えー、四分音符ありますから「えー、ド・おおど」「同おおど」「これで8つ分になります」ね不転四分音符もド「ドねあのさっきの不規則な感じでね「ド・とド・とと」ドドドって取っちゃダメです。ねド,オオド,ド,オド,ド

そうしますと一定のテンポでドードードーンこうですドードードーンずっと一定のテンポでこれで刻めますと1番から8番まですべて8分割1小節を8分割したよっていうのが、まあ、この曲の最小音階が8音符なので8分割したよっていうのが大事ね Okay? <laughs> okay ですか <laughs> さあ,あの分割していくあの法則なんとなく分かりましたかね今日はあの全部「ど」の音だったので「ど」ね伸ばしているところはド「ど」うお」っていう風に分割していただきましたけどまたねちょっと応用編で「レ」とか「シとかね、えー、音変えてみてもいいかもしれないんですけれども「レ」だったら「レ」「エとかなるし「シだったら「イイっていう風になります。ねあのよく ラーメン屋さんとかであのラーメンって書いてるところもあるけどあのラーメンショップとかって書いてあることありませんはいこのイメージですうんあのあとね僕あれすごくいつも気になるんですけどおおおか駅ってあるじゃないですか岡山。あれこれおが3つついてるけど 大いみんな「大岡山」って言っちゃわないうんあと神奈川県には上大岡駅っていうのがあるんですけど上大岡駅なんですよ。はいえー、このようにですねあの母音が続いてるとだいたいみんな伸ばし棒で取っちゃうんだけどそうすると不規則な動きになっちゃうんで必ず「大岡山駅」とかね僕もあの名前「大池」ですけども「 大池じゃなくて「大池とかね、えー、このように、えー、と母音をしっかり感じる、うん、そして一、えー、小節を八分音符分割の曲なんだったら八分音符分割で感じてくださいとで9分も、えー、と全部「ん」ってね「えーうん」とか言って一発で取らないで「うん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 んんん」っていう風にずっと9分の,の間も分割しててくださいとにかく一節をあのその曲の最小音化で割るっていうのが、えー、ポイントです えー、ちなみにポピュラーソングなんかで8音符分割で、えー、演奏するような曲のことまあというか8音符分割の、えー、とバッキングが合うような曲のことを8ビートまあこれちょっといろんな言い方あるんですけど8ビートと今日は呼びますけども8ビートの曲なのでちょっと8ビートのリズムに合わせて、えー、僕がド音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 ってあの歌いますから皆さんその後にですね聞いてえっ、ー、と 一緒に歌っててみください僕もう一度歌うのでねじゃあ順番にやってみますよこれが8ビートのリズムなんですけどこれに合わせて1番「ドオドオドオ」ドオ真似して34「ドオドオドオ」ねじゃあ次2番「ドオドオドドンンン」

5番「ドオオオドドンンン」大三三四ドオオオドドンンン」これです。6番「ドオオドドンドド」まねして3四ドオオドドンドド」これです。7番「んドドドンドドドド

聞いてでそれを真似すると、はい、このように、まあ、コールレスポンスでね、えー、ぜひリズムっていうのはあのー、克服していく、まあ、リズム落ちっていうのは克服していってくださいとね、えー、どうでしたでしょうかなんかこうちょっと一定のリズムで刻めればいいそして一定のリズムでこのように楽譜が見えるようになってくればリズム取れそうな気してきません はい、で今日はまだ歌っあ、えー、と聞いて歌ってもらっただけなんですけどこれができたら次次回次回ねちょっとモノマネリズム動画編っていうのをちょっと出そうと思っていますので、えー、そちらではですねコールレスポンス形式であの実際に吹いてみましょうということで伴奏もちょっと合わせて、えー、僕が、えー、サックスで、えー、演奏しますから皆さんこのその動画に合わせてね演奏してもらいたいと思ってます。 はい、このような感じで次は、まあ、今日は見るだけでしたけども、はい、次回はものまねしてくださいということでものまねリズム編あのぜひお楽しみにして,てくださいさあいかがだったでしょうかえっ、ー、と今日の動画あのー、聞いてですね見て、えー、なんかリズム なんかできそうな気がしたなっていう方はぜひ高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次回の動画も見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さんあの何回かねえっ、ー、とちょっとさっきの、えー、部分あの聞いて真似して、えー、練習して歌ってみてください。はいじゃああの次回もお楽しみに。それではさようならバイバイ。